く使うのはマイセット水晶。あ、そうなんですね。マイセットで玉もセットできるんだ。もうそれやっとこう。そっか。玉がめんどくさいですね。よし、テオテスカトリは集中していきましょうか。若干ドーピングも使おうかな。あれ、みんないない。ヨミちゃんがプロゲーマーはおむつ履いてゲームしてる。あ、そうなんですね。プロですね。確かに。ヨミちゃんがショートカット使えるようになった。あのね、挨拶はできるようになったよ。これね。でもね、出ないんだよね、これ。これこうでしょ。あ、出た。グッド。これね。使えるようになりましたね。返してくれた、ゴンタさん。でもね、歴戦をバルハザクの時に、スロットで選んでアイテムを使うのの限界を感じましたね、さすがに。もうそろそろこれ、ショートカットかなぁと思い始めましたね。あー、しかも耐熱を持ってくるの忘れた。近い近い、キャンプ場近いじゃないですか。あら？耐熱の装備じゃないやつ持ってきちゃった。あ、こっから行くのかな？あ、よかった、ちょうどあった。ってなったんだろうね。そうそうそう。これですね。ほんとね、なんか、一刻を争いますもんね、バルハザクの時ね。結局ね、戦績はね、2勝16敗でしたね。バルハザクね。で、皆さんで一緒に行って、ほとんど倒してもらった時が1回分あったので、通算3勝ですね。しかできなかったので、上から下まで、バルハザク装備を揃えることはちょっとね、叶わなかったですね。まあ、また、そのうち出てくるのかな。ヨミちゃんさん、何このお供の頭、お嬢、そうそうそう、巻き髪でしょ。そうそうそう。これ、ナナちゃんの装備ですね。巻き髪。かわいいですよね。しかもね、2連勝して、で、今日はこれでおしまい。で、次の日ね、なんか違うの倒しに行ったんですよ。倒しに行って、その時に、ね、弾をね、変えちゃったんですよね。で、装備も変えていって、で、もう一回、あ、そうだそうだ、なんかね、素材が足らんくなって、なんか素材集め方々、違うやつを倒しに行って、戻ってきてもう一回倒しに行こうと思ったら、何を玉つけてたか忘れちゃって、そしたらね、あっという間に死ぬようになっちゃって。そう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 。それからね、なんか全然倒せなくなっちゃったんですよね。で、最後、この組み合わせだったかなぁと思って思い出して、やりに行こうと思ったらもうイベントが終わってましたね。
クーラードリンクってこれ飲んでも意味あるのかな？せやさん、アンツーさん数えてないが、勝率7割すごいですね。なんかいろんな武器でやってみえましたもんね。最初死に枠。もう最後はなんかタイムアタックみたいになってましたもんね。いやー、羨ましかった。でもね、倒したときは、絶叫で、やられたときは発狂でしたね。絶叫と発狂がね、入り乱れてた。本当に。でもね、スパイシーでしたね。本当に。楽しかった。圧倒的に死んだ回数が多かったけど。ヤジャさん、UI？ 5 つつけとけば大丈夫。おお、UI っていうのがあるんだ。マリオさん、ごめんなさいです。気にしないでくださいです。あとは、芋味が死ぬ分ですね。ただ、装備セット保存するのが本当いい分。ねえ、本当に。弾も一緒に保存してくれるなら、ちょっと、後で粛々とやっとこうかな。弾は最近結構ね、固定にもうなってきたので、自分の中で。これ一回、保存しちゃってもいいかなとも思いますね。熱っ。エルドラドさん、絶叫、発狂、即興。そうそう。もうね、もう倒したらね、絶叫でしたね。ただ、発狂の方が多かった。マミラさん、完全にダメです。テオちゃんも強いですよね。で、紫テオちゃんも初めてかもしれない、戦うの。ふうちゃんさん、お芋さんが回復薬使ったら、味方も回復する。なるほど、UI。心電図は、結構平らになってきましたね。ちょっと芋味は、ちょっと待って、危うく攻撃するとこだった。樽持ってない。もっと樽だった。罠しかない。しまった。ドアップですね。ドアップ。こんな感じですね。おお、びっくりした。芋が死んだかと思った。芋が吹き飛んだかと思った。ああ、びっくりした。力尽きた演出と似てますよね。ヤヤさん、お芋さんに似てはないけどですね。結構ね、助けていただくこともあるので。そっか、UI って言うんですね。あ、そうだ、ここで、グッと。ほら、これね、出ない。あ、出た、出た、すごい出た。すごいグッドが出た。いや、ちょっと焼き芋、そうそうそう。なんかね、力尽きた時の演出と似てますよね。1時間40分。あと2回ぐらいにしましょうかね。芋は今日も、夜勤ですね。夜勤に備えて、ご飯をいただいて寝ようかな。お、76。特殊装具使い。おかしいな。スリンガー使い。